茨城県道116号、四方の玉作り線行方市玉作りを土内茨城、県道116号四方の玉作り線は、茨城県鉾田市四方野から、道県行方市に至る、一般県道である。鉾田市四方野の,の茨城県道115号市政、茨城線より分岐、南下市、同市、船木、上戸見た、行方市玉作り市街地を経て、 行方市玉造り港の国道354号、玉造くり町、諸井交差点まで南北に結ぶ延長約1 8トルの路線。保古田一戸製行方市玉造りの漁師街一貫を最短で結ぶルートである。1959年10月14日、新たな県道として、鹿島郡朝日村大技、四方の起点とし、鹿島郡保古田町を経由して、 行方郡玉津久じ町を終点とする区間を本路線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号116に変更されて現在に至る。経路上の上と見た交差点、陣夜交差点の区間は茨城県道55を三戸上線と重複し、それ以外の前後区間は単独区間である。福音、曲線半径。 公害その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。後に国道354号急道は移管されて玉作り道となり、現在は行方指導。路線認定時の終点は松沢書店前の交差点にあった。後にこの区間は茨城県道50号水戸上須線に指定される延伸区間は 剣道玉作り停車場線の全線と国道355号急道の一部を編入した。ありがとうございます。